はい、こんにちは。岩崎です。よろしくお願いします。さて、今回から最後2つで、有名不等式の利用というのに入ります。ちょっと難しい。難易度的には高めのものにもなりますし、教科書でもまあ、こちら2つあるうち、講師師話列の不等式の方は扱ってない教科書が多いですね。あの、問題集では出てくる。で、入試の基礎ともなる。だから確実にやるんですけども、はい。で、難易度的にはちょっと高めのものとはなりますが、しっかりチャレンジして、しっかり、 力つけていきましょうよ。で、この二つなんですけど、わざわざこの不等式の証明と分けたのは、今回これ、不等式、この有名不等式を使って、最大最小問題。これを求める。これを使って、これをやっていく。最大最小問題を解いていくということはやりたいんですね。はい。あの、しっかりとこれを解けるようになることで、上の不等式にもね、つながって充実していきますんで、しっかりと頑張っていきましょう。 それでは今回、相加平均と相乗平均の関係を使った最大最小問題です。はい。じゃあちょっと思い出すところから入ってみようか。不等式の証明の時に、相加平均と相乗平均の関係というのはやりました。二つの数が正の時に、足して2で割る相加平均と、かけてルートする相乗平均は、このような代償関係だったというわけです。で、これを利用するときというのは、このまま使うときというよりは、使うというよりは、 両辺2倍した、この形で利用することがね、便利だったよね。なので、このことを使って、これを使って、最大最小問題に挑戦するということをやってみたいと思います。早速なんですが、例を一つ。こちらです。X を正とする。その時に X、X 足せ X 分の4の最小値を求めなさい。という問題になります。それでは、行きたいと思います。はい。 X 足せ X 分の4の最小値ってことだけど。まあ、こいつのね、グラフでも書ければ、これのね、最小値を求められる。ね、絵を描いちゃえばいいんだからね。なんだけど、これは数学3をやらないと、この図が書けないので、今、数学2の、今の立場では、これを違う方法で考える必要があります。その時に、しつこいけど、2次関数だったらいいのに、とか思うよね。2次関数なら平方完成すればできてしまうから。 これ初めてなので、こういう手を考えます。こちらです。相加相乗平均の関係使ったら、ここにある2つの数、掛け算になったときに、このようにね、x かける x 分の4ってなったら、これって約分して簡単になるな。それが想像できるときには、この相加相乗平均の関係っていうのは使えるんです。やってみようか。相加相乗平均の関係により、この x 足す x 分の4。 ダイナリーイコール、こちらですよ。x、x 分の4が入ります。ダイナリーイコール、2倍のルート、x、x 分の4。はい。こちら。x が約分できます。そうすると、これ2、2ルート4というのはイコール2。2ルート4は、ルート4が2ですから、4ですね。 やったー !X させ X 分の4は4以上だよし最小値は4だパッパンってやったら、おおブブーってなります。気をつけてください。気をつけてください。ちゃんと、あれをやらないとダメです。あれとは、もちろん、統合成立条件です。はい、調べましょう。統合は、 二つの数がイコールの時に成り立つんだったね。今回その二つの数に当たるのが、x と x 分の4だ。はい。つまり、分母を払ったら、x 以上イコール4となります。はい。x イコールプラスマイナス2となりますが、今、x がもともと正としてましたね。はい。x が正は、x イコール2の時。 はい。この時にこの統合が成立し、X させ X 分の4は4という最小値を取ります。はい。ということで終わりなんですが、ね先生そんな硬いこと言わないでよ。この統合調べなきゃここでちょんちょんってやったら罰になるなんてとんでもないよって言わないでね。なんでかって言ったら、これ実は問題文。問題文これ0より大きかったけどさ、もしこれ X が3より大きいとするだったらどうする 3より大きいとするだったらどうなるか。はい、統合成立調べたら、プラマイ2プラスマイナスには3より大きいに入ってますか入ってませんね。ってことは、この統合が成り立たないってことになります。成り立たないってことは、この値が4にならないってことになります。じゃあ、最小値として認められないということになります。だから、実は、不等式の証明以上に、最大最小問題はもう、絶対に統合成立条件調べないといけないんです。なので、気をつけてくださいね。 統合成立条件。これ、相加相乗平均の関係に限らず、最大最小問題では統合の成立を調べることが必要になります。では、ちょっと戻しましょう。はい。というわけですね。では、カッコの2番に入ります。ちょっと、カッコの2番に入る前に、この今のカッコ1番の結果をここに書いておきましょう。答えを書いておきます。最小値は4ですね。これです。で、その時は X が。 何の時かなっていうと、X が2の時ですね。ちょっと一を書いておきます。では、カッコの2番です。さあ、ちょっとカッコの2番はレベルが高いかな。カッコ1番のやつは、ほら、X と X 分の4かけたら消える、うまくいくよっていうことがね、すぐ見て、慣れてくればわかるものなんだけれども、こちら、X 次乗足す4分の X の最大値を求めなさい。はい、これはどうしましょうね。 はい。こちらなんですけども、これ、最大値を求めなさい。なるほど。これ、困るのは、分母も分子も、X が例えば大きくなれば、どんどん大きくなります。つまり、例えば、X に2を入れたら、こっち2。これは4対戦16、あ、じゃあ8か。で、3入れたら、ほら、また大きくなって、こっちも9対戦13で大きく、どんどん大きくなっていくよね。つまり、分母と分子がそれぞれそれぞれのスピードで大きくなったり小さくなったりする。つまり、 これじゃあ、最大値、全体として最大になる値っていうのをね、ちゃんと決めるっていうのが難しそうなので、分母と分子に x がいるのをやめたい。つまり、分母だけに x を持っていきましょう。つまり、分子の x をいなくします。分母分子を x で割ってみよう。x で割ると、これ1です。いいですか割る x します。そしたら、分母も x で割ると、こちら、x プラス、x 分の4となります。 なので、はい、こちら、これどうしたらいいかってなるじゃん。つまり、分母だけ単独で、これが最小になるときを考えればいいってわかるかなうわー、難しいこと言った。最大って言のなんでこれの最小なのって。はい、実は、例えば、正の数で2より3の方が大きいですよね。それ逆数取ったら2分の1と3分の1はどうでしょうかこれの代償関係はもちろん逆転します。ということは、 はい。例えば、正の数で A より B の方が大きいよ。A より B の方が大きいよって言ったら、これ A 分の1が B 分の1より大きいよ。で、もしここにイコールが入っていれば、ここにイコールが入るよ。という関係なんじゃないですか。なので、いいですか。分母の代償関係と全体の代償関係が逆転するということです。つまり、これ最大、これが最大になるときは、これが最小になるときだということです。 はい。これの最小になるときが、これ分の1が一番大きくなるときだというふうに考えます。なので、分母の最小を考えたいんですが、なんか見覚えあるね。はい。しっかりと自分で計算したかったんだけど、残念だな。X させ X 分の4、ここにあります。これの最小値を求めは、カッコ1番でやっております。なので、はい。カッコ1により。X させ X 分の4。 は、これ最小値4ね。まだ残ってたな、これにもね。はい、ということが分かって4以上。最小値が4だということが分かります。そして今、消してしまいましたが、分数にあったように、逆数を取れば、代償関係は逆転いたします。つまり、両辺共に正なので、はい、両辺共に正なので、これ逆転しますよ。はい、x 足せ、x 分の4。分の、え、1です、ね。 これのことですけどね。はい。小なりイコール、これ4分の1。ということになります。ちなみにこちら、x 足す x 分の4分の1というのが、これなので、よって、そのまま書きましょう。これを、これだからね。これに書き換えます。x 字乗足す4。分の x。小なりイコール4分の1。はい。この関数の最大値となります。あれ最大値って言っていいんだっけ最大値になるときは、統合が成り立ってないといけなかった。 この統合はこの統合だね。元を立たせばこの統合。この統合って、これの最小値4になるときの統合成立条件、x イコール2だった。はい。ということで、統合は x イコール2のとき成立。成立し、その最大値。この x 字を足す4分の x。これの最大値は4ですね。4分の1です。 ということが分かってきます。はい。これで、えー、今、相加相上平均の関係を使った最大最小問題が終わりました。とりあえず、このカッコの2番みたいなのは難しかったけど、まずこれに、カッコ1番みたいのになれるっていうのが、えー、非常に大事なことになります。相加相上平均の関係を使った最大最小問題っていうのは今後すごく増えるので、なので、ここでしっかりとマスターしたい。例えば、3x 足す x 分の2、x が正ですよ。これの最小値を求めなさいって言われたらできそうかなこうやってね、ダイナリーイコール、ほら、ラージ a が 3x、ラージ b が x 分の2なら、2ルート 3x かける x 分の2。こんな風になってね、綺麗に2ルート6という風になりますよね。で、もちろん統合成立条件を調べて、最小値という風に持っていけるようになれば嬉しいなと思います。 はい。ということで、有名不等式の利用。これによって、ね、最大最小問題を解きましょうという中の、相加相上平均の関係が終了しました。次に、更新手話圧にも挑戦しようね。どうだったかな理解ちゃんとできたかな理解ができたら、自分の力でも解けるように、アウトプットできるように頑張ってみましょう。数学はね、いろんな単元が繋がってますから。 いろんなところでわからないことが出てきたら、それを自分で調べられるようにこちらでも用意してますので、安心して受講してください。それでは、お疲れ様。